こんにちは、速稼塾の子です。まあね、逆張り人生って言いますけど、私はね、そんなに綺麗な話ではなくて、まあその時、なんか、面白そうだなとかね、好奇心を感じた方向にいつも行ってるんですよ。で、あえて言えば、確率の高い方はみんなね、多くの方が行きますから、こっちの確率の低い方行ったら、どのぐらいひどい目に遭うのかなっていう好奇心もあるんですよ。もう別の表現言えばね、自分じゃなくても、他の人が代わりができることは、まあ自分じゃなくてもいいかなってとこですよね。だから、こっちの道に行く人は少ないから、だったら、こっちの道で、ちょっと別の景色見てみようかな、みたいなね。そんな感じでしたよね。まあ、ノリで生きてきたみたいなところがあります。麻雀店のオーナーってのも、まあ、はっきり言ってね、冷静な判断力があればやらないんですけども、逆にやってみたらどうかな、みたいなね。そんな感じで、まあ、破滅の道をね、歩んでしまったという経路はありますけども、まあでもそれで良かったかなと思うんですよ。まあ、宇宙人も大好きですしね。なんか、そんなにね、計算して、考えて構築していっても、思い通りの人生にならないんで、まあ、大差ないわって感じですよね。どんなに自分が偉業を成し遂げたと思ってる人でも、プラーンと生きていても、大差ないんじゃないかなと思いますね。私もね、こう、のんびり生きてますけど、今。一生懸命生きてる人、ほんとすごいと思いますよ。なんかでもそんなに大差ないかなと。どちらに価値が重いかっていうと、なかなか答えに困るんじゃないですかね。会社で業績を上げるとか、なんか誰かのために何かするっていうのは、それは貴重なことだと思いますけども、まあ、半分はね、人工的に作り上げられた価値観のような気もするんですよ。社会ではこういうことをしなければならない。男だったらこういう風にあるべきだとかね。家族を持つんだったらこうだとかね。そもそも一人前っていうのは家族を持つことが前提になっているとか。まあそういう風なね、旧態前とした価値観ではなくて、自分の価値観と自分の喜びはどこにあるのかなってことを探したときに、私の場合はね、偶然ですよ。偶然、家族を持って、奥さんを愛して、子供を大切に育てる。そして、両親の、なんか恩返しですか。親孝行しながら、いずれ年老いて不自由になってきたら、きちんと自分のね、手で介護をして、で、まあ、感謝と共に見送るみたいなね。そんなね、なんか、一周して、いろいろ自分勝手なことやってきたら、一周してみてですね、なんか昭和30年代の理想の、家族像といいますかね、成長像みたいなのに、ピタッと一致してしまいましたね。でもこれは、そういう価値観を目指してたわけじゃなくて、いろいろやっていって、どれもこれも、ああ、俺っぽくないなと思って飽きたんですよね、ある意味ね。自由奔放にするのも一通りやったし、まあ遊び人みたいなこともやらせてもらってすぐ飽きたし、麻雀だけの人生も、まあせいぜい10年しか続かなかったし、なんかね、ネットビジネスやってみても、ネットビジネスもまあまあね、未だにやってますけども、アフィリエーター気取ってみたりとかね、転売屋気取ってみたりとか、いろいろやりましたけども、結局行き着く先は、なんか FX で真面目なことやってるわけですよ。突飛な方法とかね、奇策とか、一発で逆転できるものは、ビギナーの時は結構ね、自分の目についたんですけども、今はね、ほんと千里の道も一歩とかね、諸行無常とかね、まあ、五越同州とかね。こんなね、2000年前の格言がそのまま当てはまるような日々を送ってきました。しまいには、なんかしないけど和服着てるというね。一通り、コスプレしてきて、最後は、俺っぽくこれ和服だな、みたいなね。そんなところに来てしまいまして、行き着く先は隠居というね。まあ、隠居っていうのもね、水戸黄門でほら、ご隠居って言うじゃないですか。ご隠居って言葉は知ってるけども、実際自分がそこにスポンとはまるとはね、あんまり誰しも思わないんじゃないかなと思うんですよ。大抵ね、この48歳というと、隠居どころか、これから、ローンの残債が腹いっぱい残っていたりね、もう一息子供の成長とか教育に、まあ、責任がかかっていたりとかね。まあ、それから、奥さんや家族との関係とか、親との関係、近所との関係、同僚、部下、上司、こういったものの関係を再構築する機会になるんじゃないかなと思うんですよね。あ、でも吉田さんね、なんか、本当この時期、この1年で、規模縮小する会社とか、閉店するチェーン店とかね、それから、リストラ対象の40代とか、むちゃくちゃ増えてて、
半分は私の昔の知り合いがものすごく困ってね、問い合わせをしてくるっていう例もあったり、YouTuber って儲かんの?みたいなことね、聞いてきたりとかね、副業教えてみたいなの来たりとか、あとは半分は、実際に直接の知り合いじゃないけども、同じような年代のね、昭和45年とか、昭和50年代とか、こういった方が、同じ世代としてね、久保さんはどうしてその年でそういうことができてるんですか?みたいな問い合わせがあったりとかして、で、まあ、最初にね、まあ、インターネットを使って情報を発信して、自分の好きなものとか専門分野について、まあ、価値提供すれば、そこに必ずファンができて、そして、誠実にやっていれば、売り上げにつながるんだということをね、まあ、話したりとか、小手先のテクニックとして、まあ、1週間で10万円ぐらいね、売り上げ上げるような自己アフィリエイトとか、不要品転売とかやってもらうんですけども、まあね、びっくりして、今まで自分は何をやってきたんだっていうふうな感じでね、これね、100人が100人同じようになります。本当に、お試しいただいたら。びっくりするんですよね。うん。で、住宅ローンが残ってるとかね。うん。まあ私はこの際だから住宅ローンはもう諦めて、賃貸にすればいいような気がするんですよ。所詮ね、これね、私自分を、いいように言うわけではないですけども、家なんて一括で買えないんだったら買わない方がいいんですよね。間取りも変わりやすいですし、それから老朽化も進んで一戸建て買ったところでね、修繕補修費って常にかかってくるんですよね。で、人も来ますしね。家、一戸建てがあると人が来るのが厄介だなと思いますね。お前、そんな用事ねえだろ、みたいなね。用事はメールでしてくれ、みたいな。ね、来た、みたいな感じで、ね。やっぱり人と人は顔合わせないとね、みたいな。そういうね、古い価値観やめてくれ、みたいな感じなんですけどね。まあ、やっぱり、ね、宇宙人みたいな感じですよ、私は。なんか、この街にいて。まあ、いろいろとね、ありましたけども、私は結局、自分の思うがままにやってきて、思う通りにやったから、これでダメになっても、何のね、後悔も遺恨もないんですよ。でも、自分の思いを押し殺して、社会に適合できるように、集団に適合できるように、会社に気に入られるように、上司部下に嫌われないようにやってきた結果、どうだったかっていうと、リストラ、会社の規模縮小、倒産、こういう、人生途中の、まあ、挫折というかね、放り投げられるわけですよ。で、社内でしか通用しない人間関係、社内でしか通用しないスキル、社内でしか通用しない常識ってものを、たくさん抱えた人が、そういう40代が、50代が、何ができるのかなっていうことに肌と気づくわけですよね。で、ある人は今まで準備してこなかった、それは自己責任だよって言いますけども、私は必ずしもそうだと思えないです。自己責任のもと、その会社っていう社会で私たちは真面目にやれば勤め上げられるっていうふうに、思っていましたし、教わってきたし、実際そういうふうにこの40代、50代までやってきたんですよね。だからずーっと順調にやってきたら、まあ、疑わないですよね。でもとんでもない時代が起きたのは、天動説から地動説じゃないですけどね。みんなが思ってたことが崩れちゃったと。同時に。あらゆる業界、社会で。これにはもう抵抗しがたいわけですよ。で、まさに宇宙から隕石が降ってきて、今まで A だったものが B になって、今まで黒だったものが C になって、それからね、今まで、こう思ってたものが全て新しい常識に組み替えられてみたいなことにね、だから一から作り直さなくてはいけなくなっちゃったんですよね。そうなると今まで真面目に道を作ってきた人が、今度ね、その道が重しになって方向転換できなくなるんですよ。こういう言葉があります。大きな船であるほど方向を変えるのに時間がかかると。でも、小さなイカダであれば、ちょっとした手漕ぎで方向転換ができると。こんな言葉があるんですよ。ですから私はね、以前もずっと言ってましたけども、最強の小舟に乗ってるなと思ってるんですよ。すごく小さな船です。積み荷も少ないです。だから、変化がすぐできると。積み荷が少ないから、だからこそ変化がしやすい。組み替えやすい。しかも乗員は船長、私一人なんですよ。基本的にはね。ビジネスは。だから決定が早いんですよ。決定と行動までのタイムラグがないんですよ。でも組織になると、決済を通さなくちゃいけなかったり、他の人の確認が必要だったりとかして、その間にもう沈没しちゃうんですよね。タイタニックっていう昔事故がありましたけども、まあ、オリンピック号みたいなんでね、詐欺じゃないかって言われてますけど、それは置いといて、タイタニック号が沈没した時に、タイタニックという大きな船に残された人はお亡くなりになってね、
小舟に乗り換えた人はみんな生き残ったっていうね、そんな話もあるぐらいなんですよ。まあ、ですんで脱出艇っていつもちっちゃいですよね。だったらもともとちっちゃくてもよかったんですよね。あんな豪華な客船作らなくても。そんなこともありましてね、私はどちらかというと多数決よりも少数決を選んで、確率の高い方よりも低い方を選んで、そして最強の小舟に乗り換えることを厭わなかった。によってこういう風なね、逆境にもまあ強かったのかなっていう気はしますね。まあ、ですんでね、この億万長者合宿で言えるのは、まあ誰もが成功するわけじゃないって言葉ね、何度か使われましたけども、誰もが成功するわけじゃないってことは、大抵の人は成功せずに一部の人が成功するってことですよね。で、私たちは少数派を選んでるわけですから、少数決ですから、少数派に入ることを求めてるわけなんで、誰もが成功するわけじゃないっていう時に、その誰もの大きい方をイメージするのか、誰もが成功するわけがないから小さい方に自分がまた入れるんだなっていうふうに期待してビジネスを続けるのかってことを考えると、まあ本当にね、一目瞭然だなと思うわけなんですよね。私はいつも少ない方を選んできたんで、この厳しい時代に、なんとかなってる少数派の方に今でもいるのかなと思いますし、48歳にしてね、45歳あたりから隠居してますけども、40代で隠居するなんてね、もう少ないわけですよ。だからその少ない方を選んだんで、よかったかなと。大多数の人が就職したりとかね、なんかしがらみに縛られたりとか、まあ、いわゆるあちこちに忖度したりとかっていう道を選ばざるを得ないときに、私は最小限の関係を切ってね、本当今自分の家族だけみたいな単体で暮らしているときに、決定から行動までも自分の意思一つなんで早いし、例えばこの家もね、私が独断でパッと決めて買ってお金払って、後で奥さんに相談もないのにって言われましたけどね、で結果的には良かったというふうに言ってくださいましたし、結局ね、誰かに相談すると結局はうまくいかないっていう、私は思ってますね。乱暴な言い方するとね、自分が正しいから異なった意見は必要ないと思うところもあるんですよ。これはビジネスじゃないですよ。自分のライフスタイルについて考えた時です。どうせ自分が結果的に正しいから他の意見なんて必要ないと思って全部決めるわけですよ。ビジネスは違いますよ。ビジネスとか人間関係、対人関係はあくまでも自己否定論によってですね、多くの人が思う通りにやろうっていうふうに考えてますけどね。自分の暮らしに至っては、家族に至っては、自分の考えありきでやってますね。多少強引ですけども、でもね、その事情を話したりとか、うまくいかなった時の、ちゃんとフォローアップ、打開策をいくつか用意しとけば、第2案、第3案用意しとけば、結局家族を守ることになると思うんですよね。ということでね、我が子は、インターナショナルスクールに、入校することが決まりました。1月から行ってきます。もう完全英語の社会というね、その中でどのように育っていくのか、この少数派の道を1歳から歩むというのがね、どんな結果をもたらすのか、いや楽しみですね。もしかしたら失敗するかもしれませんけどね、失敗なんて人生につきものなんで、別にどうってことないですよね。ということで今回は以上です。